いやこのすごい台風ですね。台風で、このちょっと映りますかね、波が高くてもうすぐそこまで波が来てます。満潮ですね。これいや満潮なのか何なのか分かんないですけど、台風のせいでしょう。波がすぐそこまで来ちゃってます。この米原海岸の、海を守るためにですね、このジェットスキー、このたくさんあるジェットスキーをですね、台風から守るために今救出しようと思います。たくさんありますね。まず1台目の救出です。頑張っていきたいと思います。こうして台風の中全部ジェットスキーが、片付け終わったわけです。これで綺麗になりましたね。よっしゃ、これが浜辺にあったジェットスキーですね。全部、駐車場のところに持ってきました。だいたい1時間半ぐらいかかってしまいました。いやいい汗かきましたね。何をしよう、この素晴らしい地球のために。何をしよう。